TBS ラジオ伊集院光とラジオと泉庄司とおはようございます。今日はヘマなことを言わないようにいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。今お声いただいたのが漫画家の泉庄司先生。はい、泉庄司先生は、うん、その4コマ漫画をね、はい、朝日小学生新聞でずーっと書いてる。もう50年。はい。今年の9月30日に連載50年目に突入。すごいよね。今51だから、ほぼ自分が生まれた頃からずーっと書いてるということで、朝日小学生新聞4コマ、うん、4コマならではの大変さと、うん、もっと言うと子供向きならではの大変さと、はい、いろいろあると思うのよ、うんうん、だってね、薬味つるさん、はいはいはい、すんごい悩んでも全然出来上がらなくてめちゃめちゃ悩んでて、はい、締め切り新聞4コマだから締め切り近づいてきて、うん、急に思いついて楽屋で書いたりしてるからね。へえ。でこれもなんかその先生によって違うのかもしれないんだけど、うん、全然出てこないのに思いついたらすぐ書きたいとか、4コマだからすぐ書けるっていうもんでもないと。うん。だからその辺の苦労も含めて、泉庄司先生にお話を伺います。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク。他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えしてゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、泉庄司さんは1932年生まれ、東京都荒川区出身。法政大学卒業後、会社員生活を送るも子供の頃の夢を捨てきれず、33歳で会社を辞め、東京デザインカレッジ漫画科に入学。その後、朝日小学生新聞の漫画の執筆に誘われたのが転機となり、1969年に三人兄弟の日常をユーモラスに描く4コマ漫画、ジャンケンポンを連載開始。以来、新聞休刊日以外は1日も休まず執筆。その功績が称えられ、2017年には、一つの4コマ漫画として最も多く発行された回数の分野でギネス記録として認定されました。今年連載50年目を迎え、今なおジャンケンポンを書き続ける漫画家の泉庄司さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには泉庄司先生です。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いいたします。いや、今日の朝日小学生新聞を見ましたらね、じゃんけんぽん、泉庄司、横に書いてある数字、なんだと思います？ 16,007。これ、16,007は7回目ってことですね。そうですね。ちょっと気の遠くなる数字ですね、しかし。いや、私自身は全然意識してないんですよ。はい。だから数字のことはあまり関心がないんです。周りが1万回だねとか50年だねとか言うけども、もう日々書いていくのみですか。ですから 50年っていうのも言われて気がついたくらいで、自分では全然気がついてやってたわけじゃないんです。先生ね、50年っていう歳月は、僕51ですから、はい、おぎゃーと生まれた男が、はい、100キロになるっていう、そういう年月ですよ。でも、はい。はい。いや、ね、実は、うん、仕事しながら、はい、お聞きしたりしておりまして。夜の番組。夜のジャンク。夜はとてもじゃないけど、お子さん向けの情報は一切入ってないですけどね。それから朝はね、はい、朝ごはんをいただきながら、はい、10時近くまで
聞いておりまして、10時過ぎると仕事しなきゃなんないもんで、それ以後は聞いてないんです。申し訳ないですけども。いや、とんでもございません。ちょっともう恥ずかしいやらですけどもね。でも、4コマ。4コマならではの大変さとか面白さって何ですかね。やっぱり軽いんですよね。はい、はい。そんな重たくなくて。それで、だけどもう、重いテーマも、たまには扱わなくちゃいけないなと思うんですけどもね。はい。でも相手が子供さんですから、はい。そんな難しいこと言ってもあれだし、はい。笑いの中にニュースが入ればいいなという程度で、それほど深刻に考えてないんです。でもそのね、小学生向きに書いてる4コマでちょうどね、この回が特集ですよみたいな、はいはい、ついに、50年やりましたっていう回のね、ものとかいろいろ見せてもらったんですけどね、そうするとね、意外に世相が入りますね。はい。振り返ると。極端にじゃないんだけど、例えばお母さんが手袋作ってくれたら、手袋がほとんど親指がこう動かないっていうか、出てこない、指がバラバラになってない手袋で、何この手袋って言ったら、ファミコンをあんまりやるから、ファミコンできないようにみたいな、子供たちがテレビゲームばっかやってるみたいな時代にこういうの書いてたりとか、うん、ね、なんかやっぱり入ってくるもんですね。そうですね。で、私自身も実はパソコンもできないんですよ。はい、ですから、機械物が弱いもんですから、それに対するちょっとあれもあったかもしれませんね。なるほど。世の中どんどんなんかなってくんな、そういう風にっていう、ね。これね、さっきね、先生の略歴をね、発表させていただいたんですけどね、はい、33歳の時に、東京デザインカレッジ漫画家に入るっていう、はい、結構な遅いスタートですよね。はい。あ、いや、漫画は描いてたんです。はあ、はあ。それで、はい、サラリーマンやってたんです。はい。それで、サラリーマンやりながら、漫画を描いて、出版社に売り込みしたり、それはもちろん会社内緒なんです。はい。ですから、私の、本名別にあるんですけども、はあ、出版社の方に、ペンネームで出させてくれって言ったら、うん、はいですよってペンネーム考えましょうって。で、泉太郎っていう名前つけてくれたんですけども、太郎っていうのはいかにもペンネーム締めてやると思いましてね。で、それは本名の庄司を使おうってんで、泉庄司という名前でずっと来たわけです。で、33歳になったら、もうそろそろ漫画家になりたかったら、サラリーマン辞めなきゃダメだっていうわけで、あ、それは自分で決めたことなんですけど、はい。それで、辞めまして、それで、2、3ヶ月経ったら、新聞に、日本で初めての漫画校ができるっていうんで、東京デザインカレッジっていうね、学校ができるというんで、それで、そこを入れていただいて、ある意味自分なりの決意表明みたいなことなのかしら、漫画をやるんだっていう。それはそうですね。へ、ですから子供の時からもう漫画描くの好きだったですからね、はいはい、で中学生の頃からもう大人漫画に投稿してたり、そういうことをやっておりましたから、私自身も漫画家になるつもりでしたね。うんうん、ただ不安はあるわけですよ。そりゃそうですよ。で、もっと、いや、周りは就職しろって言いますよ、そりゃ。今以上にね、だって漫画なんて不安定じゃないですか。で、そうすりゃ、周りは就職してくれたら、あ、もうこっからはもう、俺たちお笑いもそうですけどね、肩着の人間としてやっていくみたいな、そういう感じじゃないですか。勇気いるでしょ、でも33でいよいよやるってのは。実はもうすでに結婚もしておりまして。で、神さんに、私実は友達でもって、結婚、はい、して、同じ会社に勤めてたんですよ。はい、それで、神さんもよく知ってるわけですよ、会社の事情。はい、それで、私は神さんに、
俺会社辞めようと思うんだけど、そしたら、辞めちゃえ辞めちゃえって言うわけです。ごめんごめん、今の辞めてはどっちの辞めてですか？会社を辞めて、辞めるのを辞めて？いやいや、あの、会社辞めちゃいなさいって言われて。辞めちゃ、おおおお。これは、漫画描いた方がいいですよって言うわけですよ。好きなことやんなさいと。はい。だもんで、ああ、これは良かったと思って。え、奥さんは奥さん。奥さんはあなた、ここにいるより漫画描いて、どういう、これその心は？それはね、後で聞いたんですけど、はい、必要がなくなるって言うんですよ。ほう、はい、必要になると、一人になっちゃって寂しくてしょうがない。ちょっとのろけんだよ、先生。まさかの真正面からのろけじゃないですか。一緒にいれるし、はい、その会社のことよく分かって出張はどんどん多くなるし、だったら漫画家と。はい。さあ、でも今度は漫画家になるとなると、いや、僕ね、すごいと思うのはね、50年この連載があることもすごいんだけど、なんつうんですかね、この媒体も50年あってくれるっていうね、朝日小学生誌もあってくれるとか、はいはい、いろんな、その、ことがあると思うんですけど、これを書き始めたのは何歳の時ですか？じゃんけんぽん。じゃんけんぽんが30いくつくらいですかね。あ、じゃあ割とすぐなんですね。数字弱いんですけど、あ、ね。ね、何年ぐらいだろう。今、そうですね。17歳で50年だから、37ぐらい、うん。37ぐらいですね、うん。これきっかけは何ですか、じゃんけんぽんは。朝日新聞の PR 版っていうのがありまして、はい、そこでもって僕、仕事をもらってて、はい、そのデザインカレッジから、お前、朝日新聞で、その PR 版でもって漫画が描きたい人を、はい、募ってるからって言うんで、はい、で、僕が選ばれたやつっちゃ生意気ですけども、僕を呼んでくれて、朝日の PR 版が。で、その PR 版のデザイナーやってた人が、今、小学生新聞で書く人が辞めるんだけども、あとやってくんないかっていうわけで、一ヶ月で僕は言葉漫画書けませんって言ったんですよね。うん、そしたら、いや、一ヶ月でいいんだから、ちょっとつなぎにやってくださいっていう。それで、じゃあやりましょうっつって。はい。で、そしたらいつの間にか、50年。いつの間にかが長いね。その一ヶ月終わった時点で、どうやって続けることになったんですか？一ヶ月は、続けばいいということで。はいはい。一ヶ月も続けは御の字だから向こうは。そうそう。苦手か知らないけど引き受けてよっていう。そういうことだ。とにかく続けてくれっていうわけですよ。前の人が辞めてるから。はいはいはい。それで、そしたらそれがそのまんまずっと続いてきちゃった。すごいよな。まあ、じゃんけんぽんはね、女の子。この女の子が小学校5、6年生の女の子のじゃん。ジャンちゃん、うん、小学校3、4年生の男の子のケン君、うん、幼稚園児の男の子の、ポン君の、3人の兄弟が主人公だと。僕、はい、多分子供の頃読んでたら名前がケンなんです、本名が。あねえ、めちゃめちゃハマったと思いますけど、ね、活発なケン。これは50年間彼たちは年を取ってないんですね。そうです、取ってないんです。本当に変な話なんですけど、一つも取ってないんです。そう、途中でファミコンはやるようにはなるんだけれども、そこの年齢のまま。これは発想は最初その1ヶ月でいいからって言われて始めて、この3兄弟が出てくる発想って何なんですか？向こうの注文が、新聞社の注文が。なるほど。一年生から六年生まで通じる漫画を描いてくれって言うんですよ。そうすると、一人じゃとても持たないわけですよ、ね。向こうは注文出すけど、一年と六年は相当違いますからね。そうですね。うんうん。そんだったら、一年生から六年生までを主人公にした漫画を、三人出せばいいんじゃないかと思いまして。はいはいはい、で、ジャンっていうのは一番上のお姉さんで、はい、5、6年生って設定、はい、それで3、4年生がケンで、はい、男の子で、はい、で一番下のポンというのが幼稚園ぐらい、うんうん、まだ学校上がる前、うん、それが、5、6歳ぐらいの、
それ、そうすれば、なんとか持つんじゃないかと思いまして。持ちましたね。まさかの半世紀持ちましたね。いやー、さあ、一度 CM 挟んでですね、泉昌司先生にいろんなお話伺いたいと思っております。伊集院光と、ラジオと、泉昌司と、プレーバトと、さあこの時間は引き続き漫画家の泉昌司さんにお話を伺います。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃんけんぽんの3兄弟ですけど、先生ご自身は兄弟は8人兄弟。うわー、そんなに。そうですか。の何番目ですか。一番下。ポンちゃん、ね、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんだ。一番下だとやっぱ先生書いてて、ポンちゃん目線が多くなるのかしら。そうです。一番書きやすいし、はいはい、一番書いてて好きです。そうなんですね。だから可愛く書きます。ちょっと生き生きしてんだ。そうすると8人もご兄弟、まあ、全部で8人の他7人いらっしゃると、ジャンちゃん、ケンちゃんの感じもこのお兄さんこのお姉さんってちょっとあるんですか。実は母が私が3つの時に亡くなりまして、2番目の姉が私と19年が違うんですけども、はい、その姉に育てられまして、はい、それがお母さんなんですよね、はい、実際勉強 も厳しく教えられましたし、はい、可愛がってくれましたんで、ですからね、母代わりにずっと持って、向こうも子供と思ってくれたのかどうか知りませんけども、お嫁さんに行くのにも遅くなりましてね、ですからその姉がいたおかげで、まあどうやら育ったわけなんですけどもね、じゃあちょっとそのお姉さん被るとかあるかもしれませんね。はい、きっとねしっかり者なんですね。だもんで、その漫画の上でのジャンもちょっと姉に似てるかもしれませんね。優しいお姉さんなんですよジャンも。ケン君は、ケン君はね、はい、一番うちの兄弟でもねちょっと僕とあんまり縁がなかったもんで、縁がないっていうのはあれじゃなくて勉強はできないし、うん、兄貴たちはね、いたずらもんで暴れん坊で、年取りは酒飲んで酔っ払っててそういう兄貴だったもんで、はいはい、あんまり剣は漫画の上でも出てこないんですよ。なんか漠然としてるんですよ。やっぱりちょっとお姉ちゃんと自分のお話がやっぱり多くな、関係性が出るお話が多くなるんですね。でも、たまにはね、やっぱりいいことも書いてあげないと悪いと思って、いい子にも書きます。でも、その、若い頃はね、大人漫画、それこそ背伸びして大人漫画を書くような子だったわけじゃないですか。少年だったわけじゃないですか。はいはいはい、それが今もうこれだけの、この、そのじゃんけんぽんの世界ずっと続けてるでしょ、はい、大人の漫画の方の仕事はもう途中からもうぴったりやってないのかしら。今はやってませんね。だってこれ毎日一本書くの大変ですもんね。大人の漫画も好きなんですよ。はい、それで、書きたいと思うんですけど、なかなかそこまで行きませんね。さっきもね、来る前にちょっと話したんですけどね、4コマだから、すぐできるってもんでもないじゃないですか。はい、アイデアに関して言うと、はいはい。アイデアだし、書き溜めておけるもんなんですか、こういうのってのは。ストックっていうか。ストックはありません。日々。毎日。だいたい一週間のうちの3日と4日に分けましてね。はい、で、3枚ずつか、3枚書いて、4枚書いて。はいはい、それで1週間終わるわけです。はい、だから、3枚だから、1日1枚書くとしても、3枚3日で書くんじゃないんですよね。1日案出して、机の前で頭ひねって、1日は案出して、それで仕上げに1日かける、3枚なら3枚、4枚なら4枚をね、やるわけです。
書くもののネタはどこから拾うんですか？新聞とかテレビとかラジオもそうです、もちろん。ですからそういうものはいつもこう見るようにしたり聞くようにしたりしておりますね、はい、なかなか。それこそ僕ね、年取ってきてから思ったのはね、もちろん緻密に細かく何でも書くっていうのもね、それも、リアルに、写真のように書くのもそれは大変なんですけどね、線を減らすってまあ大変じゃないですか。言葉もそうなんですよ、僕みたいにベラベラ喋り続けるより、言葉減らす方が大変で、俺多分こういう4コマねって一本減らしすぎたら表情なくなっちゃうと思うんですよ、なかなか書けない日もあるんですか？書けない日というよりも時間かかる日が、時間かかる日ある、それから人数をいっぱい出しちゃうと込み入りますからね、絵の上でね、同じスペースですから、そういうのはちょっと手間がかかりますけども、でもそれはその絵を説明するためにはしょうがない、仕方がないことで、やらなきゃいけない作業なんですからね、やりますけども。4コマって、まあ、起承転結じゃないですけど、はい、4コマしかないじゃないですか、はい、なんか普段のこう考え方みたいなので、職業病じゃないですけど、なんか癖みたいのってあったりしますか？うん、これはこうやって4つに分けてお伝えよみたいな。あるでしょうね、きっとね。あんまり意識自分じゃしませんけど、漫画は漫画、世の中のことは世の中のことと別に考えますんでね。でも何か起こるとね、これ何かこう、あ、これ書けそうだって思うと、お、4コマになるみたいな、早いでしょ、俺らよりは多分。オチのパターンとかってあったりしますか？オチ？なんかこう、最後は。似ちゃうこととか。自分たちの中で似ちゃう、自分の作品の中で似ちゃう。あるんですよ。そうすると編集の方がよく覚えててくれて、はいはい、これ前にありましたって。あるんですね、やっぱそれ1万6000回も。そうすると、ちゃんとコピー取って、はい、ファックスで送ってくれるんですよ。そうすると、それ見てがっくりしましてね。先生からすると同じものを発明しただけなんですけどね。なんだけど、向こうからすると同じのになりましたって言われちゃいますからね。お恥ずかしいんですよ、それは本当。いやでもね、そういうこともあるかと思うんですけど、そのずっと遡った年表みたいなの見てみるとね、最初の頃は昭和40年代だから、竹馬で遊んでんのよ、はい。あ、そうそうそうですよね。ね。で、途中でファミコンで遊んでて、この先宇宙行くかもしんないじゃないですか。だからネタつきませんわね、世の中が変わるんだから。そうですね。昔の漫画家もよくそう言ってましたよね。漫画の種っていうのはなくならないんだっていうようなことをね。先輩の方々に聞いたことありますけども、まあ、最後になりますけど、今後の夢とかこの後これをしたいみたいなことありますか？今んとここれで精一杯ですので、だけども大人漫画もう一回描いてみたい、ね、わー、それはまた見たいなさあ、とりあえず最後になりますが、じゃんけんぽんの詳しい情報を新井ちゃんからお願いします。はい、泉昌司さんが毎日連載している4コマ漫画じゃんけんぽんは、わかりやすい絵と文章で親子でも楽しめる朝日小学生新聞でご覧いただけます。購読をお求めの方は朝日小学生新聞の公式ホームページでご確認ください。はい、ということで本日のゲスト泉昌司先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたしました。